会長の江原定治様よりご挨拶を申し上げます。それでは江原様、よろしくお願いいたします。
え、皆さんこんばんは。会場は熱気で溢れております。小玉秋祭りです。お囃子共演会です。小玉秋祭り実行委員会会長の江原定司でございます。今年の秋祭りでございますが、豪華絢爛、歴史と伝統の本庄市の文化財、山車3基と屋台1基、4町勢ぞろい、そろい踏みでございます。またお囃子共演会でございますけれども、各町内の演奏の曲調が異なります。ぜひこの辺も楽しんでいっていただきたいと存じます。そしてこの会場、この場所におきまして、お囃子共演会終了後、当番町引き継ぎ式を行います。今年から来年へ、元町から荒町へ、元町自治会長から荒町自治会長への当番長引き継ぎでございます。関係者各位、また吉田市長をはじめご来賓の皆様、そして大勢のご参集している皆様方に重ね重ね厚く御礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。江原様、どうもありがとうございました。引き続き本年度当番長の清水元町自治会長よりご挨拶を申し上げます。それでは清水自治会長、よろしくお願いいたします。今年度当番長の自治会長の清水でございます。今年の小玉秋祭り楽しんでますか？まだあと2時間あります。どうか楽しんでください。以上です。よろしくお願いします。清水様、どうもありがとうございました。引き続き当番長の聖光会会長を務めます、麦屋元町聖光会長よりご挨拶を申し上げます。それでは麦屋聖光会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今年度連合青年会長を務めさせていただきます、元町聖光会会長麦屋です。残すところ時間あと2時間ちょっとになりました。ただ、秋祭りはまだ終わってません。これがクライマックスです。どんどん盛り上げていただき、皆さん楽しんで帰っていただければと思います。この余韻を明日明後日まで、残していただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。本日は会長ありがとうございました。引き続きご来賓の皆様方よりご挨拶を頂戴したいと存じます。はじめに本庄市長であります吉田信玄様よりご挨拶をいただきたいと存じます。それでは吉田市長様、よろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんは。ここに上がるとね、本当にすごい人だなというふうに思います。向こうでも見えないぐらいですね。小玉秋祭りおめでとうございます。今日駅前でのお囃子共演も見させていただきましたけど、本当に抜けるような青空の下で素晴らしい共演ができたと思います。そして今日のクライマックス、こちらの場所でですね、伝統の昔四筋太鼓というふうに話を聞かされましたけれども、お囃子共演が行われます。どうか最後の最後までですね、多くの皆様方が楽しんでいただけるように、それぞれの町会の保存会の皆様方、最後まで頑張っていただきたいと思います。小玉秋祭り最高、ありがとうございました。吉田市長様、どうもありがとうございました。続きまして、本庄市議会議長であります古田平一郎様よりご挨拶をいただきたいと存じます。それでは古田議長様、よろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは。大勢の皆様がこういってこの秋祭りにご参加いただきまして本当にありがとうございます。また関係者の皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。いよいよクライマックスということでございます。
この歴史ある お話をしっかりと皆さんに傾けていただければと考えております。本日は本当におめでとうございます。古田議長様、どうもありがとうございました。続きまして、衆議院議員であります小泉雄二様よりご挨拶をいただきたいと存じます。それでは小泉議員様、よろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは。先週まで皆さん方大変お騒がせしました。おかげさまで8期目の当選をさせていただきました小泉隆一の代理で参りました松村でございます。その時は大変お世話になりました。ありがとうございました。今日は、小玉の夜の、秋の夜を存分に楽しみたいと思います。皆さん一緒に楽しみましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。小泉議員様、どうもありがとうございました。続きまして、県議会議長であります斉藤邦明様よりご挨拶をいただきたいと存じます。それでは斉藤議員様、よろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんは。当番町元町をはじめとします関係各位の ご尽力、そして天気に感謝して私からのご挨拶とさせていただきます。残る時間も楽しみましょう。斉藤議員様、どうもありがとうございました。続きまして、同じく県議会議員であります飯塚俊彦様よりご挨拶をいただきたいと存じます。それでは飯塚議員様、よろしくお願い申し上げます。おお、皆さんこんばんは。お生はいいね。国道の信号機や標識まで曲げちゃうという皆さん最高ですよ。永遠にこの子供祭り続きますよ。お祈りいたします。おめでとうございます。飯塚議員様、どうもありがとうございました。皆様、大変お待たせをいたしました。これより令和6年度小玉秋祭りの祭り囃子の講演会を始めさせていただきます。どうぞ心置きなくご覧いただきますようお願い申し上げます。
Thank you.
Thank you.
Thank you.